はい、皆さん、こんにちは。キもちです。英語、落語やってます。さあ、今回もラジオで動画、おしゃべり、お付き合いください。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回は、一つのピリオドというような形でタイトルつけたいなと思ってます。日襟団体、トーストマスターズクラブが、この時期に開催しているスピーチコンテスト、それが一つ終わって、ね、その後のラジオです。 まあ、その意味も込めて、他の意味も込めて一つのピリオドというようなことでタイトル付けました、はいえー。今回はね、4年ぶりの出場ということで、4部門。今年は以上、来年は開催されるかわかりませんけれども、今年はね、4つの部門でコンテストが進行しておりました。うん、そういったこと,こともあって、 自分はね、だったら4つ出ようじゃないかと、何だったら4つとも全国大会目指そうよということでやっておりました。で全て終わりました、まあ。大会そのものはまだ今週末にありますけれども、えー、自分が全て終わったということは、まあ、そういうことです。はい、まず、えー、例年開催されている日本語と英語のスピーチコンテストですね。 英語についてはインターナショナルという言葉がついておりますが日本語と英語のスピーチコンテストに関してはチューブブロックで日本語に英語入賞ならずそして今,今年開催された英語日本語英語ユーモアスピーチコンテストに対しては日本語ユーモアスピーチコンテスト全国3位英語ユーモアスピーチコンテスト全国出場で入賞ならずという結果でした。はい まずはですね、まあ自分におめでとうございますと、おめでとうと言いたいです。まあ自己肯定をね、していった方がいいと思うので、まあよく頑張ったなというふうに思ってます。まずは日本語のユーモアスピーチの全国大会3位の部分ですね、そこにおめでとうと言いたいです。2017年の日本語英語2部門の全国大会出場があるんですけれども、 そこでは入賞は叶いませんでした。手ぶらでの帰宅となりました。で、今回はね、あのそれが、まあ、実際に3位という、入賞ということになりました。で、前回からね、いろいろ、4年、まあ、年数で言うと5年になるんですけども、まあ、関西中部ブロックの統括であったり、中部ブロックの統括であったり、まあ、エヴァンジェリストであったりというように、いろんな経験させてもらってきました。 でね、前回のスピーチの時にコメントとしてもらってたんですけれども、まあ、英語落語家としての職業病な部分ではあるんですけれども泥臭さがないところっていうんですかね共感を取りにくいっていうようないわゆるうまいんだけどみたいな <laughs> そういうところですね、えー、まあもっと言うとこうパンツを脱げてない自分のダメなところをさらけ出してないとか自分の辛いところをさらけ出してないというか まあそういうようなところを言われてました、えー、当時ね。で、この4年間、かなり意識をし,しました、スピーチをやるときに、えー。特に、まあ、関西中部ブロックの統括やってたときっていうのは、30クラブぐらい回って、えー、スピーチ、各クラブでスピーチやったりしてきました。年間40スピーチぐらいやってたと思うんですよね。こトのハの、この派トーストマスターズクラブの分も含めて。でそういったところで、 まあ、その泥臭さっていうのを意識もしつつ、えー、スピーカーとしてね、磨いてきたつもりです、うん。で、それが、まあ、ユーモアのスピーチコンテストではありますけれども、3位というところにつながってきたのかな。まあ、頑張ってきたな、と。っていうところを褒めたいな、というふうに思ってます。あと、まあ、4つ、4つの部門、確かに4つの部門、挑戦してる方、他にもいらっしゃいますけど、 うん、ディビジョンまで上がって、4つ全部上がったって人、まあまあ、なかなかいないんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、そのうちの2つが上がったっていうところは、まあ、頑張ったねと。まあ、正直、この4月、5月、そして6月って、一番忙しい時期なので、1年のうちで。まあ、その中でこうやって乗り越えてきたことは褒めてあげたいなっていうふうに思います、自分もね。うん、まあ、本当、今回ね、4年前、まあ、今 トーストマスターっていうのになって自分がなって丸7年になるんですけど毎年ねコンテストを出させてもらっててディビジョンそのチューブブロックブロック大会ぐらいまではね必ず顔を出してるっていうような状態でで全国大会は2017年が初だったんですけどまあ正直まあもちろんスピーチの数も倍ではあるんですけども今回ねほんといろんなことあってほんといろんなことありました。うん ちょっとね、場合によっては愚痴めいた声に聞こえちゃうかもしれないんで、聞いてる人は気分、聞いてる人、方の気分を害してしまうかもしれませんけれども、まあちょっとね、話していきたいなと思います。まあ、ショックだったのは、チューブブロックの英語スピーチの結果ですね、入賞ならずっていうところでしたね。で、これ誤解しないでほしいんですけど、本当に誤解しないでほしいんですけど、自分が選ばれないことに対する不満とかじゃないんですよ。 それで言うなら、チューブブロックの日本語2位も選ばれてないんで、全国大会行けてないんで、不満、ショックという言葉を使ってもいいと思うんですけど、日本語のスピーチの結果には全然ショックはないんですよ。なぜかというと、自分もトーストマスター、トーストマスターズクラブって自分たちで運営するんですよ。ってことは、審査員、ジャッジも自分たちでやるんですよ。うん で自分たちでジャッジをして、自分たちでコンテストに出て、自分たちで運営してっていうで、ね、自分たちでっていうのが、まあ大変でもあるけれども、経験になって実社会でそれがフィードバック還元されていくっていうような状態なんですよね。ですから、えー、自分たちを、自分たちがジャッジします。当然自分もジャッジをしたこと何回もあります。全国大会のジャッジもしたことあります。はい。自分が、えー、負けて、敗退が決まった後ね、すぐオファーが来て、 全国大会のジャッジャやっっててくれまませんかっていうこともあります。ですから、まあ、自分なりにあこういうグループでこの人たちのグループがあのトップ入るだろうこの人たちは残念ながら、まあ、線,あの線から漏れるだろうみたいなこうある程度ね何て言うのかな幅があるわけですよ幅,を幅というか判断ができるわけですよ。それで、そそれで こととしたところで順位が変わるのはもうしょうがないんです。それはジャッジの好みなんで。それで言うなら、日本語のスピーチコンテストっていうのは、えー、名前入賞した3人が、えー、の順番がコロコロ変わるっていうのはあり得るわけですよ。うん。だからなんの、なんの,のショックもないんです。日本語のスピーチコンテストは。もちろん行きたかったですよ。悔しいっていうのは別ですからね。悔しいっていうのはあるんで、圧倒的なスピーチを、 作れなかった自分がいるわけですから、それは何にも問題ないです。あただ、それだけなんです。ただ英語のスピーチコンテストに関してはそれがちょっと違ってて、その、こう、幅の中に入ってるもんだと思ってたんですよ。その枠の中にね。上位3人の枠の中に入ってるもんだと思っていたので、それが1位かどうかわかんなんですよ。それは。もちろん、あの、好みがあるんで。1位かどうかわからないんですけど、枠の中に入ってるもんだと思っていたので、 えー、人、3位から順番に呼ばれていく中で、えー、呼ばれた人たちっていうのは自分の枠にいた方たちなので、えー、その人が先に呼ばれた、先に呼ばれたってことは、ああ、最後自分かみたいなところがあって <laughs>、えー、ところが、まあ、そうじゃない結果が出てきたっていう。これ、こういう話をしちゃうとね、選ばれた方に対する不満に聞こえちゃう可能性があるんで、もうあんまり言いたくない言っちゃいけないのか、ことかもしれない,ないんですけど、そうではないんです。そうではないんです。 それがショックっていうのは自分の感覚とジャッジをやってくださった方たちとの感覚のズレにショックだったんですよね。な,な,なぜかというと自分はこういう形で整えていけばいわゆる傾向と対策じゃないんですけど上位,に上位に食い込めるだろうっていう部分もあるわけですよコンテストですから、うん、そういうところでこういう点が加点されてるだろうなこういう点が弱いのかなみたいな感じで。 見るわけですよフラットにね、自分も含めて、出場者の。それがずれてきてるっていうところが、ちょっとショックだったんです。だから聞きたかったんですよ。何が足りなかったのっていうね。その名前が挙がった人たちに比べて、自分のスピーチって何が足りなかったのっていうのを聞きたかったっていう。これはフェイスブックの記事にアップしたんですけども。っていうので、まあ、ショックというか、ありました。はい。別にねあの英語、英語のスピーチで全国に行けなかったことに対して不満じゃないです、それは。うん。 あとはね、英語のユーモアです。これ、はね、ちょっと詳細をどこまで言っていいかわからないんですけれども、正直、クラブレベルエリア、チューブブロック代表のディビジョンというところまでは、英語のユーモアは、フレームワークは一緒なんですけど、えー、盛り付けの仕方が違っててですね、えー、チューブブロックまではですね、とある、まあ、あの英語による面接の状態で、自分が面接官で、相手が、 あの中学校の女の子中学生の女の子っていうしあのフレシチュエーションで、まあ、物事が全部英語で進んだ面接だったんですけどもそこそこが軸にある中でその自分が伝えたいスピーチの内容としては目で語ること目の目が持ってる力っていうのはすごい大事なんだよだからみんなももっと目を目のことを意識してみようよっていうことで。 のスピーチを作ったんですねでそこに盛り付けの仕方としてこうおっさんと女子中学生だったんですけどロミオとジュリエットのようにまあロミオとジュリエットって,って恋人の代名詞みたいなとこがあるんで古い人間からするとね恋人って言葉いらないよねって目と目で通じ合うみたいなそういうとこあるよねっていうところでまあ、えー、ロミオとジュリエットを題材にしてスピーチを盛り込んでったんですね。 でまあ、当然ユーモアなので大げさにやったりとかいわゆるギャップズレとかギャップっていうのを、えー、自分がねワークショップでも言ってる通り入れていく中で、えーまあ、自分が、まあ、おっさんっていう立場でその、えー、面接を受けてる女子中学生にあこうほ惚れていくじゃないんですけどそういうような作り方をしたんですね。それがねどうもねそのまああの。 どういうふうに答え,答えれば話をすればいいのかちょっと悩むんですけどえ尊敬をしている方々方の言葉だったから余計に、まあ、重く、えー、のしかかったんですけどパワハラとかセクハラに当たるんじゃないかっていうようなしかもまあその方のご自身の,その経験で傷ついたところがあったようでそれで余計に強く感じたみたいでそういうふうにあの個人的に言われてですね で、あの、悩みました、それ。あの、チューブブロックの代表でね、1位になった後にそのメッセージをいただいて、全然そんなことないんですよ。別に、<laughs> 何かパワハラって強要面接官っていう立場を利用して、なんか相手に無理やりこうさせたとか、そういうことも一切ないんですよ。あくまでこっちの妄想でね、話をして、持っている話なので、その、面接の最中にね、そういうことを、 そんな惚れたとか晴れたとかそんなことを思ってるわけがないので、ただユーマーということでまあ盛り上げ、盛り付けてやったっていうところだったんですけど、そんなことは当然オーディエンスの立場からはわからないわけですよ。オーディエンスの方たちとしては初物として見るわけですから、文脈がない状態で見るわけですので、それをね、まあそういうふうに取られたと。で、どうしようかなと。これはね、難しいんですよ。表現者たるものを、 自分の表現にね、がいいと思ったものを突き進んでいくっていう考え方もありです。でみんなの意見を聞いてたら、角が取れて丸っこい、何の面白みもないスピーチになってしまうっていうのもたくさん見てきました。で、それで、ま、で、どうしようかでも悩みました。うん。でも今回、さっきえ、この話の最初に申し上げた通り、このスピーチで伝えたいっていうのはユーモアとはいえ、スピーチなわけですよ。で、今回の自分の伝えたい 目と目で通じ合ってる目のそういうことができる目の力っていうのが大事なんだとだからみんなこのスピーチを聞いた後は目のことをもっと意識してねっていうメッセージだったわけですのでけいいわけでもわすよそういうこともあって、えー、作り直そうというふうに思いましたフレームワークはそのままだけの盛り付けの仕方を変えよういわゆるそういったロミオとジュリエットとか恋人とかそういう こことを一切なしにしにててやっていこう状況の説明もうまくもっと的確に正確にできるようにしてやってみよういわゆるもっと上品にやっていこうということで、えーまあ、決めましたスピーカーとしてね、えー、その尊敬する方っていうのは、えー、国際的な活動だとかもされていらっしゃるので自分なんかよりも、えー、もっともっと国際感覚が優れてらっしゃる方 なわけですよで自分はね、やっぱり世界に打って出たいと思っているので、そんな状態でね、あり得るじゃないですか、これからもね、世界で。自分がいいと思って出したものが、セクハラだ、パワハラだって言われること、可能性っていうのは。なので、えー、まあ、いいチャンスだと思って、どうせだったら、じゃあ、もっといいもの作ってやろうじゃねえかっていうことで、まあ、自分を鼓舞してですね、作りました。ただ、 全国大会に持っていくレベルのスピーチって、まあ、それはね、プロのスピーカーだったら1日2日でできちゃうかもしれませんけれども、まあ自分もね、プロのスピーカーという辞任はありますが、まあ大変ですわ。<laughs> 4月の17日に結果が出て、チューブブロックの。で、それから1ヶ月弱、いう状態だったので、まあさっきのね、英語スピーチの結果に対するショックもあったので、であとはまあ仕事っていう、 ところもあってですね、えー、大変でしたで。正直本番の1週間前の時点で、本来は7分30秒以内に終わっていなきゃいけない、えー、スピーチだったんですけど、8分40秒ぐらいになった状態でした。で3日前の時点で, 7, で7分33秒というですね、状態でやばいという状態で本番に突入したっていうような状態でしたね。ですから、本当タフでした、うん。まあでもやりきって、 あのタイムオーバーもせずに終われたっていうのは、本当に嬉しいなっていうふうには思ってますけど、大変でした。でも、いろんなことを学べました、今回の件でね、スピーカーとしてね、うん、ポジティブに捉えて、ポジティブに捉えてるからこそ、まあ、こうやってラジオで公にして話したいなっていうふうに思って、あの喋ってます。はいえー、決して、コメントくださった方へ、何か思うところがあるとかいうのはないです。そこは誤解なきをお願いしたいですね。はい あとはまあちょっと英語ユー、英語ユーモアスピーチコンテスト、その全国大会の結果ですね。まあ、この結果自体をまたさっきの言う通り不満とかそんなことは思ってないんですよ。これ予想してました、正直言って。10人のスピーチを見て全部ね、つぶさに、うん。で、自分がジャッジだったらっていうような感覚で持って、えー、聞いてました。うん、で、2つの世界線を想像しました。うん、1つはこっちの方。 一つはこっちの方。で、3位の、3位に誰が呼ばれるかで、えー、2つの世界線が絞られるなと。で、片方の世界線だったら自分の入賞もあるかなと思ってました。うん。でも、現実は違う方向、方の、えー、世界線でしたね。はい。で、これはもう予想していたので、さっきの英語スピーチコンテストのチューブブロック大会の結果の、えー、ショック度合いは一切ないです。何にもないです。はい。 っていう状態ですね。はい。だからまあもちろん名前を呼ばれなかったことは悔しいし、縮小頑張るぞって思うんですけど、予想していたというか自分の,その審査員、ジャッジとしての感覚にずれはなかったので、な何にも問題ないなというふうに思っています。はい。でまあ、さっき話した通り、7年経ちました。先月、4月で7年経ちました。まあ 大抵のことをやってきました。あとは日本支部のトップになるぐらいなことぐらいです。やることといえば。あとはそのスピーチのね、世界大会に出る、決勝には残る、優勝するっていうことぐらいしかないと思ってます。で、まあ、一回ね、ちょっとトーストマスターの生活を、ピリオドを打とうかなというふうに思ってます。別に辞めるわけじゃないです。冬眠という言葉を使わせてもらいました。実質、ぜ全部冬眠するわけじゃないんですけど、まあ、あの、 最低限の活動だけに減らしてですね、刺激を他に持って求めていこうかなというふうに思っています。え何の刺激かというと、ネイティブと、ネイティブとためを張る英語力っていうようなところがちょっと今の中で意識であります。え世界線にのの呼ばれるようなね、現実となった世界線に呼ばれるよう,ような、 あの英語力っていうのをね身につけていかなきゃなっていうのとあとはちょっと仕事がね山のようにあるのでそれをこなしつつ英語落語の方パブリックスピーカーの方も仕事が結構大変なのでそっちもやりながらやっていきたいなで来年のスピーチコンテストもちろんあの出たいつもりでいるんですけれどもそれまでの間のトーストマスター活動っていうのはほぼ島民のような形したいなっていうには思ってますもちろんワークショップとか英語落語やってほしいっていうオファーとかは全然構わず受けるんですがまあ あの、最低限の、こう、動きだけをやっていきたいなというふうに思っています。また別の形でね、トーストマスターの仲間たちには、ご恩返しをさせてもらえたらなというふうには思ってはおります。はい。ということで、えー、すいません。本来ね、このラジオ動画、動画いつも10分ぐらいで終わらせたいなと思ってるんですけど、今回倍の20分近くになってしまいました。はい。でもまあ、どこかで、このラジオ動画を聞いてるってのはニッチな方しかいないと思うので、 え、講演会サブスク、サブスクサービスに入ってくださっている方の濃さのちょっと薄めぐらいな感じで、あの、ラジオで喋ってみたいと思いました。ということで、えー、まあ、一つの区切りとして、コンテストの結果報告と今後のトーストマスター生活をどうするかっていう話をおしゃべりしました。最後までお聞きくださりありがとうございます。また別のラジオ動画でおしゃべりお付き合いください。お疲れ様でした。ありがとうございます。